皆さんこんにちは辛坊二郎ですこんにちは ABC アナウンサーの福戸彩です辛坊二郎の万博ラジオこの番組は万博をこよなく愛する辛坊二郎が2025年の大阪・関西万博についてさまざまなゲストと共に詳しく熱く掘り下げる万博ポータル番組です最新情報はもちろん今後の課題やワクワクする情報まで毎週ぜぜひひでお送りします 噂によると何か福戸さんから福戸さんから何かお知らせがあるというふうに聞きましたそうなんですあの私この万博ラジオという万博に関するラジオを担当しておりますのでほうほうもっと私も万博のことを知りたいそう思いまして万博までまだ2年近くありますよ1年半か。 あのあそのイベントというのが、ええ、京都府京丹後市の丹後万博という SDGs のイベントなんですが、丹後万博はいでこのイベント企画と運営をすべて市内の高校生たちが行なって京都京丹後市内ですね。ほうほう京丹後市内の高校生たちが行っているそうなんです。<ー>で博覧会協会も講演についていて。 この生徒たちが万博の勉強をした上で地元のオリジナリティを盛り込んで開催しているということなので、実際に私も来週行ってきて体感したいなと。それなんですか。一日だけですか。行ってきかるものなんですか。一日だけですね。一日だけ開催されるんですか。来,来週の二十八日一日だけですね、えー。どんなことやるんですか。本当に何か高校生が 京都京丹後市のオリジナリティを盛り込んだ展示コーナーだったり、はあ、販売コーナーだったり体験コーナーがあるそうで、はあ、このスケジュールメニュー見ていてもすごく面白そうなものを並んでますね。はあ京丹後ですか、はい、懐かしいなしい1980年代前半に取材に行きました、うん、当時やってた番組で。 丹後半島でしょ要するにすす単語半島ですよね、はい、私ねあそこ好きなんですよ結構ね、私ね、結婚してから子供が生まれて、はい、子供を連れて、丹後半島の北側の日本海側に面したところの、うん、キャンプ場でも何でもない、ただの砂浜に<ー>、えー、子供を連れて行って、テント張ってです,ですね、キャンプして。っったら、明け方に日が昇ってきて、強烈暑くてですね。うん うわついとこだなあっていうそういうイメージが私はあの丹後半島の北の方にはあるんですが。でも日日本海の夕日とか朝引きなですよ、ね、あ素晴らしいとこですよ、はい、素晴らしいとこなんだけど、うん、その80年代前半に取材に行った時の取材テーマは何だったのかというとあの。 電気通っっててないい民宿があるう嘘だろうっう 80, 年代で80年代前半でも関西で電気通ってないとこなんかまあ普通はなかったんですがところが確かに京丹後市今の京丹後市のエリアでいうと海岸線とか人がいっぱい住んでるところは当時からもちろん電気は来てますが80年代の前半で丹後半島の真ん中辺の牧場兼民宿みたいなところに取材に行ったんですが。 そこはランプ生活だったんですよ。そうなんですか。郷談を丹後半島と聞いた瞬間にね、あの80年代前半の取材を思い出しますが、<laughs> もう思えばあでも40年も前かっていう。う40年も前でも電気きてないとか珍しかったですけどね。今さすがに来てますよね。当たり前だろ。<laughs> それいつからなんだって。<laughs> はい。まあでもここはあの丹、ー、後チリ麺とかねあの辺結構あの伝統産業もたくさんありますからね。はい。 えー、ぜひそりゃちょっと距離ありますね行こうと思うですよね。<laughs> 来週28日の「京丹後市丹後王国食の都」というイベント私も食べ物が中心なんだ食のコーナーもあるみたいですね私も実際行ってきますので皆さんもぜひ来ていただきたいなと思いますそれはあれですかこの番組で報告があったりするんですかそうなんですまた 行った後に、ええ、実際どうだったのか取材してきた様子もお伝えできればなと思っています。頑張っっててててて取材ししししききいいかかり勉強まますす、はい、このののの番番組組でははは皆様からの質問や感想をお待ちしていますメーール公式の旧ツイッター X のアカウントは 辛抱二郎の万博ラジオで検索。ポストする際のハッシュタグは万博ラジオです。皆さんご意見やご感想をどんどん投稿してください。この後は万博ニュースヘッドラインです。大阪・関西万博ニュースヘッドライン。先月9月の主な万博関連ニュースです。経団連の戸倉正和会長は先月20日、 万博の開催について現時点で撤退するという国は1カ国もない。不退転の覚悟で石にかじりついても4月13日の開幕を成し遂げたいと述べました。日本建設業連合会の宮本洋一会長は先月22日、改めて万博会場の建設について間に合うかどうかは全くわからない。 我々の感覚から期限も過ぎていると考えていると述べ、一日も早く詳細な設計を提示してほしいと呼びかけました。一方で、続々とパビリオンの起工式や詳細発表が相次いでいます。先月11日、日本政府が各国の首脳らをもてなす日本間の起工式が行われたほか、19日には、 独自にパビリオン建設を進める3カ国として初めてチェコが建設申請を行いましたまた万博会場のシンボルとなるリング状の大屋根の一部が姿を現しています日本ガス協会がパビリオンの詳細を公表し既行式が行われましたパビリオンの外側は大阪ガスが開発した高性能高耐久の光学フィルムを使用 鏡状になっており見る位置や時間帯によって表情が変わるほか太陽光や大気からの熱を遮断して吸収を抑え館内の温度上昇を抑える役割を果たします日本ガス協会ですかちょっとワクワクするニュースですねこれうーん、私ね全然違うこと違うっていうかねあの1970年の万博のパピリオンって、うん 鮮明にに記憶に残っているパビリオンもあればなんか当時のガイドブック見ててあこんなパビリオンもあったよなって思い出すパビリオンとか、まあ、いろいろあるわけですよ、はい、そんな中で私の脳みその中に鮮明に刻まれているのがガス館という多分日本ガス協会だったんじゃないかと思いますけどねガスパビリオンってガス館。で中の展示はどんな展示があったか。気になります 完璧忘れました。だけど今から建物の形は覚えてるんですよ。なんか卵型の、うん、卵型に豚の鼻つけたような白い建物だったんですが、<ー>そのなぜかガスパビリオンのテーマも覚えてるんですね。うん、無垢の笑いっていう確かテーマで。<い> 中にあったのか全体のテーマのイメージを作ってたのかその辺が記憶が曖昧なんですけどもスペインの抽象画家でフォアミロっていう人がいるんですよ<ー>割と美術系弱いですか、はい、あ弱そうですね <laughs> 絵を描くの大好きなんですけど絵を描くの大好きですか、はい、あのフォアミロっていう抽象画家がいるんですけども、うん、まあ、リトグラフ私ね実はフォアミロのリトグラフっていうやつを、はい、それがきっかけで大人になってから1枚買ったことがあるんですけど高そう あそうでですすね今ももどこ行ったかも分かんない確かに買った記憶はあるしどっかにあるはずなんだけども最近そういえば見ねえなと思うんだけど <laughs> フっっていう人の作品がテーマだったはんかねそんなことって断片的に覚えてたりするんですね不思議だなと思いますがそれにしても、うん、今のニュースの中で一番最初の項目の経団連の徳川正和会長が「不退転の覚悟で石にかじりついても!」 <laughs> いやそれちょっとさいいんだけどなんか違うねかってななんか違わないか違いとは思うよねそあの一生懸命頑張りますっていう意味では分からんでもないんだけど二人点の覚悟で石にかじりついてもやる話かっていうのがえちょっと違わないっていうなんか話違ってきてないかっていうそんな違和感が。 あったたりもいたします改めてその次のニュースで日本建設業協会連合の会長さんが、えー、間に合うかどうかは全くわからないただこの建設業に関して言うとですね、はい、別に日本の建設業だけについて何か言おうっていうんじゃないんです、うん、実は世界どこでもそうなんですあのね建設業って割とね閉鎖的なんですよそれぞれの国でん何でかっていうと他の商品みたいに国境を越えてやり取りができないんですね基本は。うその国の国中で建設すると そうすると例えば今回の万博のいろんなパビリオンにしたところで、うん、この,もの建物をいくらで作ってくれますかっていう時に行政は。 あのいくらからいくらまでっていう範囲をだそれ行政の中に建設の専門家がいて、うん、これだけの建物を建てるんだったら大体例えば 100, 100億円から120億円の間ぐらいの値幅でできるだろうと最低価格が100億円で、はい、上限が120億円でその中でだけどそれは明らかになってないけど皆さんいくらなら請け負ってくれますか入札してくださいねって言って、まあ、いろんなやり方あるんだけど基本的にはその2つの数字を隠して。 皆ささん入札してくださいところが昔からこれよく本当は違法なんだけども談合っていうのが建設業界では行われててこの予定価格ってやつが漏れちゃうんですよで漏れたら当然あの上限ギリギリで入札するとかどうしても入札でしたければその下限の100億のギリギリで100億円1億1円とかで そういうことができちゃうので絶対漏らしちゃいけないんだけども伝統的に日本ではなぜかそういう価格が漏れて建設業が談合してまあみんなが儲かるように順番に仕事を割り振っていきましょうねみたいなことが行われてたんだけど、えー、今の維新になってから完全にガチンコで競争をやると。<お>ガチンコで競争をやると。どうもねやっっぱりみんな嫌がって ててるところが業界はあって今までは談合で順番に仕事回せてたのにガチンコで団子をやられたらそれ安,いと安く入札したところしか受注できなくなっちゃうんでうんそんなことしたら業界の秩序が乱れる今回どこもあのどのパビリオンも最初応札しなくてそれであとじゃあ契約でってなってるんだけどももともとのいくらからいくらまでの範囲って 専門家が範囲をつけてるんだけどその中でどこの業者もうちがやりますって言ってこないっていう事態がちょっとやっぱりこれ日本だけの話じゃないんですけどねちょっと建設業のあり方みたいなことを、まあ、一つ問うって言っても今もう万博の側は余裕がないですから <laughs> とにかく間に合わせなくちゃっていう,う,う、ね、となったらどっちが強いかというと。 普通は大体あの発注する仕事発注する側が強いもんなんだけど今この状況の中で期限が決まってるとどんどん仕事発注する側が弱い立場に追い込まれていってる図式がねだからこういう話はねちょっとずつ前倒しに前倒しにちょっとずつ早め早めにやらないとそういうことになっちゃうとそういう話です、うん。このののの後は若いい世代に万万博博魅力をどう広めていくのか日明館大学の万博学生委員会 大木にの代表、新たに夏樹さんにお話を伺います。ここからは若い世代に万博の魅力をどう広めていくのか。今年4月に設立された立命館大学の万博学生委員会。大木にの代表、新たに夏樹さんにお話を伺います。新谷さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あの、素朴な質問なんですけど。 今年、はい、え万博学生委員会が発足したのは、どういう背景なんですかそうですね、背景としては、立命館大学が主に最初、ワークショップという形で、こう学,生に学生がこう社会に対してこう課題解決に取り組むということが、やはりこういい機会になるだろうというところで、まずは大学側が主催してワークショップを開催してくれたんですが、その中で、 こうやる気のある子たちみたいな、そうですね、やる気というか、パッションがある子たちが、これから学生団体としてやっていきたいですというと,と,ところで集まって、万博学生委員会というところは発足しました。えー、新たに夏樹さんは今何回生、今、3回生ですね。3回の秋になろうとしてるということは、結構、就職が佳境に差し掛かるんじゃないのそうですね今さ 本当に直前ぐらいまで面接を受けて本日参加させていただいてます <laughs> そうか今面接もオンラインでいける時代だからなそうですねいい時代になったなと思いますああそうですかでもそれ3回となると来年ぐらいまで就職決まるまで落ち着かないっちゃ落ち着かないよねそうですね落ち着かないといえば落ち着かないんですがでもやっぱ学生っていう期間の中でこれこの万博に取り組むことができるのって本当に短い期間だと思うので。 こうハースハースというか万博にもうまく取り組んでいきたいなっずっと思ってるところでなんで万博なのそうですねやっぱり立命館大学僕出身が静岡県なんですけど関西に進学できるというところで、ええ、で2025年に大阪関西万博があるっていうのを聞いてこれはやっぱ参加するしかないだろうと人生に一度あるかないかのチャンスだなと思ってああいいねいいね前向きでいいよいいよいいんだけどさだけどどうなの うんあの人生の中で新谷さんの人生の中で万博って過去行われた万博って何か接点があった例えば名古屋の愛・地球博かあれはいつかぶってるどっから万博たあかぶっるいや実は行ったことがなくて、はあ、まだ歴史の教科書とかドキュメンタリーの世界の話なんですよね <laughs> 僕の中でも。<laughs> まあそれも言ったら福藤さんもそうかはい、同じですね新谷さんと万博知らない、はい、実はリアル万博何も知らない、はい、一度も行ったことないな行ったことなくて上海万博も行ったことない行ったことないですああ、ディズニーランドはあります USJ はあります似たようなもの楽しそうだ <laughs> そうですかじゃあその行ったことない中で新谷さんが持っている万博イメージってどんなものなんですか そうですねやはり活動の中で感じ取ってきたのはやっぱばくばくするものそれこそ今言ってくれたディズニーランドとか USJ みたいな感じかなと思っててあまああのイメージは合ってますよそれでそ,その通りです少なくとも私が持ってる大阪70年の大阪万博のイメージはそんな感じでしただから逆に私なんかの世代でいうとディズニーランド行っても USJ 行ってもうん原点は大阪万博だなとか思っちゃうんだな あの映像を使ったアトラクションみたいなやつあるじゃないですか。<ー>なんか、なんかあ,、ね、あの歴史感っていうか万博の時に原型はあったよなっていうそんなイメージなんですよ <laughs> 実は。えー、まあそんなことで、えー、でももう一つ聞きたいのはその万博学生委員会の名前が万博学生委員会を大きくに大きくに何ですかこれ？大きくに。大きに。これはやっぱ関西弁の。 ありがとうみたいな意味でこれえさっきの話聞いたら新谷さんは静岡出身そうなんですよ僕は静岡出身です関西弁のありがとうみたいなっていうそこの大阪弁はもうほぼネイティブに近いイントネーションですよね <laughs> ありがとうございますどどんなどんどな感じですかその大きにっていう言葉をここに持ってきたのはそうですねこれに関しては例えばこれから他大学とかそれこそ他の もしイベントを開いた時の参加者さんにまずは興味を持ってくれたことを参加してくれたことに対してありがとうみたいな意味ででかつ関西の万博ということなのでやっぱりここは関西弁でいこうという話で大きにっていう名前になってます、ね、今何人ぐらいのメンバーがいるんですかいらっしゃるんですか今だいぶ人数が増えて120人規模の樋口ええ樋口そりゃすごいね,いねそれほぼ全部が立命の人 そうですね。立命館の学生で120人という形になってます。はあで、えーで、何やってんですかそうですね。具体的な活動としては、えっと、まずビジョンとしてなんか万博を契機に彩りのある未来社会を作っていきたいっていうのを書かれているんですけど、ええ、で、その中で教育や職、ジェンダーといった9つの企画班を持っていて、はいはい、でそれぞれが目標を持って万博に向けての機運醸成とか、 であとは二十五年の万博への出展を目指してるんですよね。あ出展目指してんだ。一応そうですね目指してる範もありつつというところで競争チャレンジっていう。 そうですね、万博協会が出しているものに、登録の方をさせていただいてますああ、なるほどね。うん、でもさ、今あの、新谷さんって3回生ということは、2025年の万博開催期間中ってちょうど卒業するタイミングじゃない、うん、それで今、長男、ね、活動してるということになるとさ、どうすんだそ,れ <laughs> そうですね、僕自身がそこに最後、残れるわけではないんですが。 なんかまずはでも僕としてはそこで活動できたことが一つ自分にとって良かったなって思うことと、えーえー、個人的にはなんかやっぱ卒業してもちょっと呼んでもらえたらなって思ってりたりはしてますど,なるほど <laughs> となると、うん、卒業した後実際その会場に自分がいるというよりはもう後輩がやってるところに見に行くっていうぐらいのスタンスかな。そうですね。今はそそううういう形になってますそうですでか えー、他の大学でもあの、あれ、万博関連のサークルっていうか、まあ、同じよううなな組織ってていうののできてんのかなそうですね、大阪大学さんであったり、関西大学さんでも同じような団体がありまして、ほ<う>で、現在、なんか、立命館を一応中心として、こう4大学、6団体ぐらいといろんなイベントをこう、アジアウィークという立命館のイベントであったり、開きながら、こうただ、 他団体から刺激をもらいつつ切磋琢磨しているところです。あ、立命があれなんだ。その、いや、つなぎ役っていうか、中心にいる感じですか。そうですね。中心になろうという形で、今いろんなところに、声、お声かけをさせていただいてます。うん、今、あの四段が、四大学って、さらっとおっしゃったけど、具体的にはどこですか。そうですね。立命館大学。あ。四大学というと、立命館大学、大阪大学、同志社大学。 あととは関西大学という形にな,ってますなるほどね、なるほどねなるほど、それぞれあれですか、なんか特徴があるんですかそうですね、それぞれ違ったビジョンを持っていて、一,一つの団体で言えば、音楽を使って世界を巻き込んでいきたいであったり、皆さんの健康を守っていきたいという団体もあったりで、えー、なかなかこう、えー、持ってるビジョンに個性があふれてる団体が多いなと思ってます。あ 今年のスタートになったってさっき聞いたときに多分ここ数年間特にあの新谷さんが入学されたのが2年半前ということでいうとコロナの真っ最中で大変だっただろうね学生生活そうですね少し難しいところはあったなと思ってますどうなんですかもうあの大学入ってからほとんどリモートだったりするんですかしたんですか最初1年の半分ぐらいは フルリモートで家からあんまり出ることもなくずっとパソコンに向かい合って授業を受けてるって感じです。あらまあそれじゃなかなか横のつながりとかできないわねそうですね、うん。そういう意味じゃああの連休明けまあ,あのコロナが普通の病気扱いになってからはだいぶ変わった雰囲気そうですねだいぶ変わってきたなと思っててやっぱ人もキャンパスに増えてきたっていうので特に立命館だと国際 系の学生がすごく増えてきたなっていうイメージですね。あ、外国人ですか。そうですね。えー、やっぱりあのどうなんの、私もう本当に余計なこと聞いちゃうんだけど、まあ福田さんも、はい、福田さんと実は、えー、あの新谷さんは世代的にはかなり近い,っていうそうですね。今私、ね、社会人二年目なので、三、えー、年空いてるのかな。 そうですね、3年、コロナ禍における学生さんの,、まあ、あの恋愛事情というか、えー、学生さんの男女に限らず、交流事情というか、どんな感じだったんですかそうですね、学生によってまちまちではあったんですが、うん、僕に関しては、残念なことにずっといなくて。はあ 恋愛せず、ずっと、それこそ、ばんコロナ明けでもなんか、男友達とワイワイ楽しむっていうのが一番多かったな。新谷くん、万博にかかってる場合じゃないぞ。<laughs> <laughs> ちょっとおっしゃる通りって言葉でかきました。<laughs> <laughs> <laughs> でもまだ学生生活もあとまあ3年生でそうやって就職に関わらなきゃいけないのはそれはかわいそうっちゃかわいそうなんだけども逆に言うともう三月来年の3月前後まででどっかに就職決まっちゃえば4月以降1年間は何か好きなことに注力できるという意味ではあの来年いい1年になるといいよね。 そうですね。注力という意味で、やっぱ万博自分でもやりたいことっていうのがあるので、ええ、なんか、まあちょっと彼女も欲しいと言えば欲しいですけど、万博にフォーカスしたい一年であります、ねうん。万博で何やりたいですかそうですね。個人的にやりたいこととしては、大きにとしては、まず一つは多大学さんとこうもっと万博を盛り上げていきたいっていうところかなと思っていて。えー、そうですなんか やっぱり万博今少し気運情勢がうまくいってないって言われてる状態なのかなと思っていて。そうですね。そうですね。なんかその理由としてはやっぱ万博今回70年の時に比べて目新しい展示物っていうのがあまりなくて、はいはい。こう、命輝く未来社会のデザインっていうところで結構概念的な部分が多いのかなと思ってるんですよ。でもなんかこれも深掘ってみたらやっぱ、 面白いいテーマだなと思っていて例えば SDGs だったり社会課題があるなと思ってるのではい、はい、これをもっと こうこれから万博に行かれる一般の人たちにも面白いテーマなんだよっていうのをなじかけあげられるようなチャレンジをしていきたいなと思ってますど,、ね、どうなんだろうそれで言うと最近のニュースで言うと万博っていうとなんか費用が上振れしてるとか、うん、パビリオンの建設が遅れてるとかっていうそういうネガティブな報道が結構されてる状況でそういうのを聞く気分ってどんな感じなんですかそうですね僕たちとしては少しやっぱ残念なところがあるなと思っていて 僕らはこう精力的に活動している中でやっぱ万博に出展を目指す団体も多い中でやっぱこの万博自体が頓挫してしまったら僕らの努力っていうのもちょっとまたなんか無駄とは言わないですけど少し残念な形になってしまうのかなと思ってねここはやっぱ成功に向けて。 うまく着工してくれるといいなと思っているところです。どうなのかしら。あの皆さんの世代でいうと周りのまあこの万博のサークルに関わっていないお友達なんかはそんなことに税金使ってっていうような人たちもいるでしょ。そうですね。やっぱりそういうイメージを持っている人たちもいるんですけど、一番多い意見としてはなんか万博面白そうっていうイメージは。 ありありつつも具体的なイメージがないやっぱ僕ら今十二十代の世代っていうのがこう過去の万博世代じゃないっていうのでどんなんなんだろうっていうのがやっぱみんなイメージできてないっていうのがあります、ねど,えー、どうなんですかそのあたりは、えー、どういうふうにあの言葉を交わすんですかそういう友達たちとはそうですね頑張って説明はしつつあとはなんか それこそ他の団体さんとか、あと企業さんが出すようなサントリーさんであったら、ウォーターイベントみたいなのを開かれるという話を聞いたことがあって、そういう話をしつつ、<ー>意外と面白いイベントだよみたいな、<ー>一転絶対楽しいってみたいな会話をたまにしていますね。 そうですねいや僕もね行ってみたら絶対楽しくなるんじゃないかなとは思ってんですけどもまあ何とも言えないところですけど行ってないんでね、えー、ただまあ私の記憶で言うと1970年の大阪万博はまあいや私の今に至るまでの人生を変えるぐらいのインパクトがありましたからそういう意味では今回の2025年の万博が皆さんにとって。 まあ私が万博の時にはあのもっと小さかったですけどね中学校ぐらいだったけどもでもやっぱりそうやって人生変えるぐらいのイベントになればいいなとは正直思ってます、えー、さあこれから活動の最後抱負を聞かせてくださいそうですね活動の抱負としてはやっぱり開幕まで残り百六十日程度になってきてて、ええ、まあ万博のムードっていうのは大きくないにしてもやっぱり こう少しずつ広がってきてきるのかぱてて、はい、で、やっぱ概念的なテーマっていうところでそこに万博開催までそして万博の期間においてこう未来社会に対してこういろんな人が自分事として捉えるような機会になってほしいなと思いつつ、えー、あとはやっぱ万博自体に対してのなんていうか意気込みというよりかは思いなんですけど万博自体はやっぱワクワクするものであってほしいみたいなところを持ってて。えー、まあ概念を テーマに掲げる万博としてこうい,ろいろんな人すべての人が行った時にこれから未来社会に対してこうちょっと希望を持てるような、はい、モチベーションを高められるような舞台になってほしいなって思ってます、はい、いやどうもありがとうございました就職活動に忙しい中あ,のありがとうございました、えー、新谷さんの活動でねより多くの若い人たちが興味を持ってくれればいいなと思います。あありりががととううごござざいいまました 2週にわたってお話を伺いました立命館大学の万博学生委員会大木にの代表新たに夏樹さんでしたありがとうございましたありがとうございましたリアルだな何がリアルだったってやっぱり大学入ってずっとリモートで彼女いない歴なんだみたいな <laughs> <laughs>、えー、あの時にそれまで話は ええ、福藤さんも交えて進んでいたのにそっから先福藤さんの情報がなくなったんだけど改めて聞きませんん別に、はい、いいんです、はい、<laughs> 人それぞれぞだからね <laughs> 本当にコロナ禍の大学ってそ,の、ええ、それまで私両方経験してるんですけど大学生活ああコロナの前も、はい。前も後も経験してるんですけど、ええ、そのコロナ前ってその授業と授業の間の。 休み時間、まあ、空きコマだったりはい、はい、休みの時に空きマって言うんですけどコマとコマの間その時に友達と話したり、まあ、友達の友達と仲良くなったりとかそういうふうに広がっていってたんですけどオンラインになるとそのがなくなくってしまうので、ね、いやでも <laughs> それを聞くとやっぱりねああ俺らの頃と様変わりだなとつくづく思うのは。 うん、つまり授業に出るともう本当俺らの頃ひどくてねだから日本の大学のレベルがどんどん下がっていったのは <laughs> 我々の世代の責任じゃないかなとも思うんですけど大学4年間の間ほとんど大学なんか行ってないからね <laughs> もうあの大学は行くんだけどさ就職部の掲示板は見ましたよだけど基本<え>あの大学行って、まあ、マージャンやるメンツ集めに行くだけの話ですから。<laughs> で私もこの業界に入ったのは、うん、あのもう大学年の1 0月で就職活動にみんな入っちゃったら友達がみ集まんないんだよ大学に行ったってみんな就職活動に散っちゃってるから <laughs> 誰もいねえなと思ってふっと掲示板見たら、えー、アナウンサーの採用試験みたいなやつがあったから<ー>じゃあ行ってみるかこれみたいなそんなんだからなんだよだから今の学生さんはちゃんと勉強して偉いなと思います。<laughs> はい 辛坊二郎の万博ラジオ。ここまでの相手は辛坊二郎と ABC アナウンサーの福戸彩でした。また来週